にちは、ラジオネコです。今回はですね、引き分けの方法について紹介していきたいなと思います。引き分けと言うんですけれども、状況としてはチームがタイの状態で引き分けにしようっていうことを考えることはあまり私自身がなかったので、例えば先方時報が勝って中堅引き分け、副将の私が引き分ければもうチームは勝ちなんだ、そういったところをですね想定したイメージを持っていただきたいなと思っております。なのでどちらかというと相手は追っかけの状態なんですよね。相手取らないとチームが負けてしまう。分かりやすくて言うと、個人戦で1本取った後に絶対に守らないと負けてしまうっていうような感じの方がイメージが近いかなと思いますので、そういったところをイメージしながら練習していきたいなと思います。それではちょっと見ていきましょう。試合を意識して行うので、かかり稽古みたいにただただ打ってくる相手っていうよりも、実際に組み立ての中で本当に1本狙ってくる相手に対して守るっていうことをやっていきたいと思います。状況としては個人戦で1本私が取ってる、で取り返さないと負けてしまうっていうような状況の中でも1分半やっていきたいと思います。はい、ということでここではですね、引き分けを狙っていくわけなんですけれども、相手の竹刀を触りながら大切な場所で、大事な場所で足をさばいていくってことを意識しております。間合いの攻防の中で、下がったり前に出たりってことをですね意識しております。はい、こういったところですね。で、中間間も気を抜かないっていうところですね。で、この後は相手が出てくる瞬間の王者座出鼻を狙っているって感じです。これただただ打っちゃダメなんですよ。出てくる瞬間を狙って大事なところでさばく、ここも抜かないですね。で、中間間になって、この後も出花を狙っていくと。こう守るだけでは引き分けっていうのはなかなか狙えないので、こんな感じですね。狙っていくような感じです。で、下がりながら相手を引き出したりとかっていうところなんですけれども、ここちょっとあまり良くない例で足が止まってしまうんですよ。入りに対して。で、こういったところは本当に注意しないといけないっていうところでございます。そしてですね、抜き戸を狙ったりとか、大きく相手が入ってこようとしてるんで、そういったところを狙っていますね。で、手頭、大きく入ろうとしてるんで。はい。で、こんな感じで面狙っていってるんですけど、ちょっと危ないですね。自分の面が遅すぎます。はい。でも、狙いとしては悪くないですね。で、裏を描いてここ面行くんですけれども、はい、もう一回面にね、今面に行ったんで、もう一回大きく入ってくるところ面に行くんですけれども、ちょっと注意が必要な部分ですね。もしかしたら狙われてる可能性もあるんで。はい。相手も王者を狙うふりして多分大きく入ってきたんだと思います。こんなのを、読まないといけないですね。今自分が2回打ってるからそろそろ上に来るんじゃないかなっていうところを読んで、抜き道とか打てたら最高でしたね。ここでもこう相手が出てかしら出てくるところをちょっと狙っているっていうような感じでございます。そしたらもう少しですね、時間が来ると思います。はい。っていう感じです。あ、追っかけももちろんきついと思うんですけど、どうだったらやってみて。相手が見せる、こんな手ごてになって手頭になっているよっていうのが見えるからこそ飛びづらいし、大きく見たところそうだね、マジで今言ってくれた通りで、相手が取り来るっていうのは自分も分かってるわけだから、来るところまず王者さん自分はずっと狙ってるって、ね、だったりとか、絶対狙ってたらもちろん相手面でヒットしてきたから、それに対してはちょっと回して面を見せたりとか、で、ちょっと下がるように見せたりとか、相手が来るところを今から押さえながら、押さえるというよりも相手の竹刀を触りながら、相手の竹刀を触りながらちょっと準備してるんです。体も打てるような準備をしつつ、相手が大きく来るところを出頭面とかを狙ったり、こんな感じで試合をしておりました。で、やっぱり今言ったように、こうただただいやー、ねーねーってもう怖くなくて、相手がこう面に来そうっていうタイミングで打ってあげると、あ、このタイミングで目に行こうと思ってるのに狙われてるっていう状況を作り出すっていうのが一番大切かなと思います。でも時々思い切って、最初から思い切って技を出してくる相手には、中途半端にねやってしまって打たれるリスクもあるので、そこは十分に注意しないといけないかなと思います。で、自分が技を出すタイミング、これも結構大事かなと思います。むやみやたらに打ったら打たれる可能性も出てきますし、相手がね、あ、引き出してるな引き出してるなっていうのに気づいて、誘って誘って引き出されてるなと思って引き出したところも逆に王子技を打たれたりとか、それをうまく作り出されるとこっちは逆に苦しい展開になってくるっていうような感じですかね、っていうような感じです。今度は実際に試合でやってたそこの追っかけの部分とかも見ていきたいなと思います。はい、これですね、大学時代1年生の時に星子選手とね対戦した動画なんですけども、関東学生かな、これ先に1本取るんですよ。で、先に1本取って後半取られて取り返されてしまうっていうような映像なんですけれども、これをねちょっと参考になるかなと思って、動画にしてみたんですけれども、あんまり参考にならないと、ここで1本取ります。まず
はい、でここで1本取った後にどういう風に梶谷選手、まあ、自分がですね守っていくのかっていうところを見てみてください。さっきのように冷静にですね自分が打っていかないで打つところは打つっていうような対応ができたら完璧ですね。今みたいにこう技を出しつつ打った後もしっかりさばくで足を使いながら前で潰したりとか、はい、足が止まらないようにするっていうような、でもこの時点で結構足止まってるんですよね。結構自分が取ったことに対してテンパってる可能性あります。こうやって足は使っているんですけれども、大事なところで足を使えてないっていうような状況ですね。で打たれて打たれてやばいどうしようっていうような心境だと思います。そして行ったところを打たれてしまうっていうような感じですね。これなんでこの技を出したのかっていうのは未だに不明なんですけれども、よくですね逆に自分が打っていくっていうところを張ってたなっていうのもさすが星子選手手なんですけれども、まあそんな感じでございます。とにかく自分はですね守るのが結構苦手です。でやっぱりこう冷静に1本取った後に冷静に判断するっていうところが非常に大切になるかなと思います。やっぱ相手が作られてテンパってしまったら今みたいな感じになってしまいますし、まあ取ってからですね足を全然使えてなかったも1本取られてしまうしみたいな、このバランスがね非常に大切になります。ここで時間です。もうほとんど最後後半だったんですよ。で最終的にね、まあ、どっちが勝つかっていうところなんですけれども、星子先生に取られるシーンまでね見ていきましょう。最後の最後は足が止まってしまうんですね。自分から技出していって二段にね、この二段の誘いっていうか面見せて面みたいな感じなんですけれども、ここに誘われて打たれてしまうっていうような動画です。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、まあ、引き分けの方法っていうところプラスですね、まあ、1本取った後にどうやって守るかみたいなところを紹介させていただきました。まあ、結論、私自身が1本取った後に守るとか無理にこう引き分けに行くっていうのがすごく苦手なタイプで、どうしてもですね技を出してしまって打たれるっていうことが結構多いです。なのですごく苦手っていうところはあるんですけれども、何が大切かっていうと足さばきですね。自分が準備しておく、ただただこうやばい相手に惑わされてやばいやばいってなるんじゃなくて、いつでも動けるような準備をしとって、相手が来る瞬間に技を出したりとか、相手が来ないなっていうところを前で潰したりとかで誘っておいて技を出したりとか、まあ、そういったところが非常に大切になるかなと思います。今回の動画ではですねかなり実践的な部分ですね、引き分けの実際の方法だったりとか過去の映像から見て学ぶっていうところを紹介したんですけども、次回はですねどうやったらいつでも打てる準備ができるのかとか、相手のその打ち気を探すっていうのはどういった部分なのか、そういったところもねいずれはこう詳しい詳細を作っていこうと思うんですけども、まずですねイメージだけまず膨らませていただきたいなということで今回の動画作成させていただきました。あとはですね負けましたっていうね都道府県予選のですね動画でもお話ししているんですけども、1試合だけね1本先に取った後に守りきるっていう動画があるんですよ。であそこでもアフレコしながらかなり詳しくですね紹介しておりますし、最後ダメな部分とかも載せておりますので、ぜひよかったらそちらも覗いてみてください。はい、ということで今回はですね引き分けの方法、まあ、1本取ってから守る方法みたいな部分をですね実践的に解説させていただきました。団体戦であればかなりこういったシーンって多くなると思いますので、1本取った後に足さばきを意識して相手の出頭を狙いつつ守るっていうところをですねぜひイメージしながら練習してみてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。